こんにちは。手で芸をするコミーです。コミーとおしゃべり、はい、そういう題名にしたんですけど、結局はなんか私独り言、まあいつもの動画もそうですけどね、こういう独り言の動画に話しかけるってできます？あのおしゃべりってつけたのは、まあこの動画を見ながら聞きながら自分もなんかしゃべるみたいな動画にしたいなと思って、作っているんですよ。なので私がなんかしゃべった後に本当はね、空白の時間というかな、黙っている時間みたいなのをね、挟むと、その時間に私はねってこの動画を聞きながら見てくださっている、聞いてくださっている方がお話できたりするのかしらとか思ったりもするんですけど、でも実際こう何も喋らない時間が長いとね、え何ってなると思うんですよ。だからあんまりこう空白の時間も入れられなくて、うん、どうしたもんかなとは思ってるんですけど、もしなんかお話ししたいこととか、今ちょっと話聞かないで話したいみたいな時には一時停止とかをしていただくといいかもしれませんね。まあそれもなんかちょっと変な話だけど、なんか聞いているだけじゃなくて自分も、あ、なんかこの話を聞いててそういえば思い出したなみたいなことを、あの、まあ家族がいたらね、そこでは喋りにくいかもしれないけど、一人で喋れる状況だったらそこでちょっと誰か、まあ私が聞いてると思って喋ってみるとか、なんかそんな風にも使っていただけると面白いんじゃないかなと思ったりしています。まあどうやって聞こうが、どう利用しようが、全然あのそれぞれの自由なので、あの全然いいんですけど、そんな風にちょっと思ったりもしていますということです。はい。で今日はね、何を喋ろうかなと思ったかというと、まあね、台風の後で、今日もちょっと NHK は見たかな。まあまだまだね、大変な地域がたくさんありますよね。その究極な時にというね、そんな非日常ってなかなか味わうことがない非日常、そういう時にどうするかっていうのは、なかなかその時になってみないとその自分の精神状態とかもわからなくって、まあそういう想像って難しいですよね。で実際そうなってみて、その時自分は何を思うのか、何を選択するのか、それはもうその時になってみないとわかんないというふうに思うんですよ。で私が究極の選択をしたことってあったかなとか、そんなことをちょっとね、考えてたりしたんです。で、で思い出したのが、家の売却でした。夫が、他界した後、その時住んでいた家を、売りました。前にもね、どこか自画自賛の勧めの時にお話したのかな。夫は自死なんです。で自宅でということだったので、その家を売る時にはとても、価値が下がってしまうんですね。事故物件として扱われるために、価値がとても下がります。でそれはもちろん分かっていて、私はやっぱりそこに住み続けることはできなかったので、そこを売るという決断をすぐにしました。そんなに悩んでないですね。悩んでないです。で、だからね、悩んでないのでほとんど相談もしてないです、誰にも。で多分ね、誰の意見も耳に入ってなかったと思いますね。なんか誰かに何か言われたかって言われるとあんまり記憶にないんですけど、
売るにあたり、不動産屋さんにね、手続きとかをお願いする、まあ、知り合いの不動産屋さんだったので、まあ、その辺多分お話もしていただけたのではないかと思うんです。とても価値が下がるということと、もったいないということを言われたのは覚えています。不動産屋さんからね、プロの目から見てそういう判断、もう何年か住んだ後に売却すれば価値は戻るから、ここまで、価値が下がらず売ることができるよっていう話も何度もされたと思います。何度もされたかなそこもちゃんと覚えてないけどね。なんかそういうふうに言われました。で、私は別に不動産に何か知識があるとか経験があるとかないので、全くの素人なんですけど、私はもうそれ言われても全然揺るがなかったんです。はい、わかりました、わかってます、はいはいって言って、それでもお願いしますというふうに、全く悩まず、そういうふうに決めました。でね、もちろん決めるのは私なので、その不動産屋さんもあ、じゃあって言って手続きを進めた感じなんですけど、後悔したことはないです、一度も。その時その究極の状況ではありました、その時にね。だから自分が冷静な判断ができてるのかって、もちろんその時に、何度も確認はしました、自分の中で。こうバタバタした状況でその時の気持ちで決めてしまっているのではないかということも自分の中で冷静になっているつもりで確認しましたけど、まあそれは全く揺るがなかったので決めたんですけどね。まあ周りの意見はいろいろあると思います。もったいないとかね、しばらくその今まで住んでた家に住んでた方がいいんじゃないかとか、まああったと思いますけど、なんか言われた気はするけど、もう本当耳には入ってたけど胸に響いてなかったという感じかな。だからねあれなんですよ、その究極の状態で自分で決断したことっていうのは、やっぱり自分の本音にすごく近いものを選べるんじゃないかと思います。究極だから、周りの意見とか気にしてる余裕がないから。で、もちろんその周りからすると、えって言われるようなチョイスだったとしても、それは周りの人の意見であって自分の意見ではないってことなんですよね。で、まあそれ言われて揺らぐようなら、もしかすると、まあ、自分の意見がね、違うところにある場合もあるけど、でもその究極な時こそ、なんて言うんでしょうね、周りに合わせた意見じゃないものが頭に浮かんでくるんじゃないのかなって思ったですよ。なのでちょっとそんな話を思い出しました。家を売るっていうのはすごく、大きな出来事ですね。経験する場合としない場合があるくらい、なんていうかな、珍しい出来事なんだと思います。で、やり方ももちろん知らないし、よく分かってないし、それでも、そこをこう迷わずチョイスしたっていうのは、そう、後で考えると、いや、すごかったなって思います。よくその簡単に
決断したなって、もし決断をこう諦めるとしたら、なんかそのやり取りがめんどくさいっていうのかな、手続きとか、あのそれ売ることについてやらなきゃいけないいろいろなことが面倒くさくて、もうそれどころじゃない、そんなことしてられないっていうところで諦めたかもしれないっていうくらい、あの大変なことだと思うんだけど、まあそんなこと関係なく、大変だろうがなんだろうが、あのそこに住むのは嫌というふうに自分で確実に、もうそれ以外の気持ちはないというぐらい、もうたった一つの選択肢しか私はなかったから、いや、後で考えれば考えるほどすごかったな、あの時の私って思ったりします。だからそれぐらい人って究極な状態になれば、あの自分の中にある力が出てくるんじゃないかなって思った出来事です。でもね、そういう力を持っているって自分で分かっているけど、それはコントロールして出せないんですよね。そこがよくできてるなと思ったんだけど、なかなか自分が本当に究極な状態にならないと、その最大限のパワーが出てこないなっていうのを感じます。まあそれはもしかすると、あの平和なことなのかもしれないですね。究極な状況じゃなく過ごせているっていう日常は幸せなことなのかもしれないなというふうにも思ったりします。だけど、それだけの力を持っているっていうことがね、分かるとやろうと思えばできるんですよね。そう、究極にならなくてもやるって決めたら多分やれると思うんです。そんなことを、よく思います。あの本当にやりたいのか、それとも周りの目を気にしてやろうとしているのか、そこの見極めって、あのね、なんて言うんでしょうか、自分の本心を見つけるために、その究極な状態をこう想像してみるみたいな風にすると見つけやすかったりとか、まあ私は見つけにくいなと思った時にはそういう風にして考えたりします。明日死んじゃうんだとしたら、それはやりたいのか、それともそれじゃなくて違うことがやりたいのか、そんな風に考えることは あります。そうすると割とね、簡単に選べたりしますよ。だって明日死んじゃうんだとしたらね、優先順位って簡単じゃないですか。こんなことやってる場合じゃない、こっちやりたいみたいな感じで割と簡単に選べると思います。明日死んじゃう時に人の目気にして何かしなくちゃってやるよりね、明日死んじゃうんだったらな、ね、周りになんて言われようと自分がやりたいことをやっておかないとね、成仏できないって思いますよね。はい、なんかそんなことを思いました。まあこれもあれですね、あの台風のいろいろな状況をテレビで見て思ったことです。はい、まあまだね、あのいつもの状態が戻ってない方もたくさんいらっしゃると思います。なんかそんな時だからこそ、もちろんね、いろいろなやらなきゃいけない周りのこう環境を整えるための動きということがあって忙しいとは思うんですけど、まあ、そういう時だからこそ感じることとか考えることとか、とっても生きていく上で大事なことを考える時間にもなるんだろうなって思ったりしました。はい、
ということで、なんか色が変わった気がするんですけどね。はい、ちょっとこれが定番になりつつあるのかこのコーナーわかりませんけど、はい、ということで、今日もお話しさせていただきました、コミーとおしゃべり。はい、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。